してあんなひどいこと言ったんだろう。未練傷の痛みは誰よりも知ってるのに、あの時君はどうして平気そうな顔してたの。飲み込んだ言葉はもっとしては何度も噛み続けた。頭ん中垂れ流してた映像と考察はバッドエンドロールみたいにずっと降り落ちないんだ。聞こえない、何も知らない、だって考えてたっても答えは出ないのに。ああ叫んでりゃ楽になるんだ、反芻シ考が僕をよれりと足なければ僕がやられていたんだ。そりゃ誰だって自分のことが一番大事だろう。あの日の君の心はもう確かめようがなくて、優しいだけの言葉は求めては何度も噛みつぶした。バカみたいだ色の一文が脳内を把握して、